静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は静岡大学卓越研究者の熊野義介先生をご紹介します。熊野先生は創造科学技術研究部大学院教育学研究科教育学部の教授を兼任されており、研究テーマは科学教育理科教育の改善及び改革に関する理論的実践的研究など多岐にわたって研究をなされています。現在の研究テーマは日本の文脈に採用した科学教育理科教育の改善及び改革に関する理論的実践的研究です。皆さんこんにちは。静岡大学の熊野義介です。私は現在所属しているのは創造科学技術大学院研探です。それから教育学部ですね、教育学研究科ですね、こちらでさまざまな講義を担当しております。現在博士課程がそうですね4年目になりますかね。初めて2人の博士課程の方と、これはインドネシア人と、それから2人の日本人の博士課程と4人おります。マスターの諸君は現在3名、それから学部生がそうですね6名ほどおります。まあ賑やかな研究室です。私は現在いろいろな役職はさせてもらってます。例えば静岡県のポリシーですね、県知事のいろいろな施策の評価委員会、審議員というのを今年2回目ですね、そんなこともやってますし、日本エネルギー環境教育学会という全国組織を作りまして、現在2代目の会長でございます。そういう意味では経産省であるとか文部科学省とのやり取りをしておりまして、3.11 の後、私生まれは仙台なもんですから大変でしたけども、行ったり来たりしながら、私の仕事は特に学校の復興復旧、兄が宮城県の教育委員会の次長をしておったこともあって何度か倒れましたが、私も積極的にいろいろとお手伝いをさせていただいてきました。エネルギー問題であるとか環境問題とか、そういったことで、少しでもこの国が元気になるためにはやはり具体的なアクションを起こさなくちゃいけないということで、お願いしていろいろとやり取りをしておりましたら、今年度から少しですね新しいフレームの、エネルギー環境に関する、実践校のプロジェクトを認められたもんですから、これは全国展開をしていきたいと思っております。そういう仕事をすることになったのも、実は学習指導要領というものを文部科学省の中学校の学習指導要領理科をまとめたということもございまして、大変でしたけども、現在それを日本中の中学校の先生方と、子どもたちがそれに基づいて理科の授業が行われているんですが、そういうのに関わったことでやはり今の自分があるのかなという思いがございます。もともとそういう意味では学部時代に国費で留学できたことと、その後大学院マスター終わってからフルブライトでドクターを取るために全額支給で、たくさん予算をいただいて研究費もいただきましたが、93年に学位論文が出来上がったわけです。でその学位論文というのは、ちょうどアメリカ合衆国がその当時1993年頃ですが、全米科学教育スタンダードという、日本でいうと学習指導要領っぽいんですが、それを作成しているその真っ只中に私はアメリカに行くことができて、大変有意義な生活をしました。でそういう意味では私のお師さんはロバート・イエガーというのですが、その後私が日本の学習指導要領を作るときに、いろいろ指導助言をしていただきました。でイエガー先生が言ったのは、やはりその国が発展するためには、その科学教育って私は言うんです、日本では理科教育って言うんですが、学校教育だけではいけなくて、その地域とコミュニティと、大学と、
それがその学校とコミュニティが一体になってその子ども作りをしていかないとその優れた人材の育成はできないよという話をしました。このことをシステミックリフォームという言葉で表現しています。でそれを具現するためにお前は何ができるんだやってみろということを指導されました。それでまあ私はそういう意味ではあのメディアとの絡みあの科学特捜隊というのを、まあ、静岡新聞さんなんですがあのこれはまさにシステミックリフォームだなと思いましてあの積極的にお手伝いしたのとそれからNPO のいろいろな環境の NPO の人たちともあのキャッチボールをしたり、まあ、エネルギー関連の人たちともキャッチボールをしたりそれから国立教育政策研究所これ文部科学省の中に今あるんですがその人たちとのキャッチボールそしてあの静岡県内の、まあ、教育委員会あるいは静岡市浜松市の教育委員会の先生方とのキャッチボールそれは付属の学校との授業研究とかいろいろなチャンネルで展開されることになります。であの特に静岡科学館ルクルそれから浜松市科学館そして今度できる富士の国地球環境史ミュージアムこれは県が作るんですけども静岡大学の隣に県立のミュージアムができます。でそれを作るあの委員として、まあ、あのできるだけ力のある人を全国からお呼びするということでプランニングを計画企画運営に関わることになっております。でそういう意味ではあの国の話静岡市の話静岡県の話それに深く関わってあの今日まで参りました。で最近ではそうですね先ほど言ったあのアメリカのスタンダードという話をしましたがあの2013年昨年ですがあの新しいスタンダードがアメリカはできましたですね。あの、まあ、日本は平成あのになってですねあのつい最近あの学習指導要領ができて、4、5年経つわけですがあのアメリカ合衆国はそういったものも参考にしながら新しいのを作ったわけですがそれが非常に面白い。でそれを簡潔に言うとその日本でいうところの理科教育がその中にですねものづくりやあの、まあ、工学的なあのデザインをするという要素をつまりですね科学と工学の大事なものを合体したその、まあ、理科の授業と言っていいのか、まあ、科学の授業と言っていいのかそれを作ることがあのアメリカでは極めてあの早くトップダウンとボトムアップと両方で進んでいます。使われている予算は全部計算すると1兆円を超えてます。日本はそういった流れは分かってたんですがあの必ずしも行われてなくてであのヨーロッパにもそれが飛び火していってあの欧米ではもうそれがかなり広がっております。韓国は3年ぐらい前からSTEM 教育を国家プロジェクトとして50億円で行い始めました。で我が国はまだそこまで行っておりませんが静岡はその中でも、まあ、特に静岡大学の理科教育講座を中心に始まっています。まあ、そういう意味であの新しい科学教育の改革というその取り組みをその文献上だけで調べるのではなくてあの実際にやってみるということであの始まっているわけです。これから楽しみですね。そうですね、私の趣味ですか。あの実は私は中学時代から化石オタクだったものですからあの鉱物とか化石とかあの年に5回ぐらい海外に仕事で行きますがその時には必ずあのそういう化石や、まあ、博物館とか行ってですねいろんなものをあの見て実際にあの手に入れてくるのが楽しみでございます。土曜日は日曜日ですけども、まああのまあ、何しろ今のところすごく健康であるんですがあの多少メタボになってますのでもともとテニスとか自転車が好きなのでまあ、あの体を動かしたいとは思っています。あの、まあ、化石や鉱物が好きだっていうのが高じてあの私は実はあの
国際地学オリンピックの国際審判なんですよね。ですから趣味と実益といいますか、日本の子どもたちが地球の不思議さをもっと勉強してもらいたいなと。だからそういう子どもたちのために問題を作ったり、英文と日本語にしてやったりするわけですが、国際審判は3日間ぐらい徹夜して問題作るんですよ。それはどっちかというと研究というよりは趣味の方かな。あとは私の親父が魚屋でしたから、これも化石と関係があるんですが、耳石を集めています。いろんな種類の魚をいただいたら必ず解剖して耳石をサンプルを取って集めております。100種類ぐらいになったかなと思いますけど。それから天文も好きですね。望遠鏡も大きなものを手に入れてますし、山に登って望遠鏡で星を見るというのも大変好きですね。その辺が私の趣味なのかなと思いますね。学生の皆さんに一言ということで、そうですね、私は静大に来て22年目になるわけですから、うちの研究室を卒業した学生さんはだいたい115人ぐらい、多くの私の教え子が旅立っていきました。たくさん戻ってきます。やっぱり面白い先生の研究室を選んでくださいね。面倒見のいい先生、学生の気持ちになってくれる先生、たくさんいます、静大にはね。そういう先生の研究室に行きましょう。皆さんに一言言いたいのは、やはりその大学生活っていうのはね、4年間プラス大学院6年間、博士課程は一度職場に出てからまた戻ってくるのもいいですね。静大は本当にいろんな先生がいるわけですね。それで自分の目標をしっかり持って、10年間専門家を続ければ何かその自分の専門が見えてくるんだと思います。思うんですけど、アメリカに私長くいたことがあるもんですから、皆さんにはどこの国でもいいから留学をお勧めします。その留学は、私は国費で2回行ってますから、そういう意味では皆さんにもし留学したいという気持ちがあったら、いつでも私に質問に来てください。系統の602におります。静岡市がやっている牧野スカラシップとか選考委員もしてますし、時々フルブライトの選考委員もやってますよ。やはり留学するということは旅行をするのとはだいぶ違いますね。ぜひ海外に行ってください。これが一つです。あとはアメリカと日本と比べてみますと、アメリカの学生はバイトができません。日本の学生はバイトばっかりやってます。それを考えてください。大学生になってあまり勉強してませんね。私は皆さんにお願いしたいのは、やはりこれから生き残るためにも外国に行って見てくればよくわかるんですが、彼らは諸外国はトップの大学はそのバイトをしながら片手間に勉強はできませんよ。だから大学生になったらやっぱり今勉強してください。よろしくお願いします。